ゲオルク・フォン・ピューアー・ボック、惑星の心理論、パリ1515 15ゲオルク・プール・バッハは、15世紀のオーストリアの天文学者。西洋における観測天文学の父とも呼ばれ、科学危機器を発明し、プトレオ・マイオスの天動説理論、アルマゲストを踏まえた、惑星の心理論を発表している。アルマゲストの翻訳を改定、修正したレギオ・モンタヌスの詩である。ポイエル・バッハ、 プルバキウスなどとも表記される。オーストリアのリンツに近いポイエルバフハに生まれた。1440年コロウィーン大学で学位を得た。数学の詩はグムンデンのヨハネスとされている。フェラーラの天文学教師、ジョバンニ・ビアンキーニやニコラウス・クザーヌスに認められ、フェラーラで天文学を教えた。1450年にボローニャやパドバ大学の教授職。 ハンガリー王ラディスラウスの宮廷天文館の席を断ってウィーン大学に戻り教授となった。最も有名な弟子は後にレギオ・モンタヌスと称したヨハン・ミューラーである。ウィーンで没した。プールバッハの著書の多くは彼の没後、レギオ・モンタヌスによって出版された。基準にする構成に対する月や惑星の角度を測るためのヤコブの杖と呼ばれる器具などの発明ものとされる。 また有毒素素の同心球宇宙のモデルと、プトレマイオスの離心円の宇宙論を統一しようとしたことで知られる。ありがとうございます。